はい、こんにちは、つかつでーす。ということでね、今日もやっていきましょう。いやー、先日ね、新年のブックオフのウルトラセールに行って、172冊のね、動画を出しました。パート5つまで撮って、完結と言っていましたが、ね、それは実は完結していませんでした。というのも、172冊は1月1日とね、1月の2日にかけてブックオフに行って買ってきたんですね。ウルトラセールって実は1月1日から1月4日までやってたんですよ、4日。で、僕ね、4日土曜日だったので、まあ、ブラブラと散歩してたんですよ。そうしたら、近所のね、ブックオフにね、ふらふらふらーと入ってしまったんですね。もう吸い込まれるかのようにね。もう、つかずホイホイなんですよ、ブックオフで。結構近くにあんの、ブックオフ。まあ、徒歩ね、20分、30分ぐらいだけど、僕結構散歩好きだから、散歩でね、もう何も考えずにブラブラブラーって歩いていくと、やっぱブックオフの方向に行っちゃうんですよね。そしたらブックオフ行って、今回15冊ね、買いました。で、一応、1月4日に行ったので、ウルトラセールの中に入るんですね。前の172冊とは別で、まあ、今回番外編という立ち位置で15冊紹介しようかと思います。ということで早速行きましょう。まずはこちら。高木信子先生の花嵐の森深くですね。花嵐って読むかわかりませんけどね、花嵐かもしれないね。花嵐っていう言葉あんのかな？高木信子先生今集めているので、まあ新しい本があったということでね、買ってきました。この赤いね、文春文庫ね。いずれ、講談社文庫にも手出すと思います。で、新潮文庫にも手出すと思う。高木信子先生はね、これ59年に光抱く友よ。で、芥川賞を取ってんですよ。で、この光抱く友よっていうのが新潮文庫なんですね。で、僕は光抱く友よは持ってるんですよ、文庫で。なので、いずれ、新潮文庫の他のやつも集めるだろうなと。ただ、今は文春文庫に限定して買ってます。幅広くなっちゃうとね、どれもこれも手出してややこしいってなるので、同じ作家はね、とりあえずは文春文庫からと決めてるんでね。で、続きましてこちら、これね、鈴木浩二のほの暗い水の底からですね。で、これはほの暗い水の底からね、実は僕持ってるんですよ。持ってんだけど、まあこっちね、表紙が違うと。で、なんで新しく変えたかというと、これ背表紙なんですね。角川ホラー文庫って最初の方を鈴木浩二が初期メンバーにいたわけですよ。で、リングとか出してたけど、この赤いね、なんかこういうの入ってる鈴木浩二のバージョンってあるんですよ。初期の角川ホラー文庫はこういう赤いの入れてたんですよ。でも今はこんなん入れてないでしょ。こうね、本棚に並べるとこの赤だけ目立っちゃうんですよね。で、僕は結構排除してるわけ。買わないでおこうと思ってるわけ、赤いやつ。これは見てもらったらわかるけど、映画化される前だと思いますね、これ。で、初期の絵でしょ。この、わけのわからない CG ね。これが欲しかったんですね。で、続きましょう、こちら。これね、暗がり蒼さんの犬の日ですね。で、暗がり蒼さんは、これ2013年にカニ味噌っていうので日本ホラー小説大賞優秀賞を受賞してデビューと。で、犬の日とね、もう一個ね、なんとかっていうのあったと思うんだけど、これまあとりあえず買ってきました。この絵がいいですね。この絵は西島大輔ですね。西島大輔の絵好きなんだよね。で、続きましてこちら。これはサガンですね。サガン。今サガン集めてるから、サガンの新潮文庫持ってないのがあったら、とりあえず100円だったら買うということをしています。サガンもね、二十何冊あるからね、まあ、あと1ヶ月、2ヶ月とかね、まあ、長いスパンで考えてますけれども、まあ、いずれ集まるのかなと思っていますね。悲しみよ、こんにちはが有名だと。これ良かったね、これ。これは、中里つね子さんの文春文庫1234なんですよ。で、これだけちょっと古いバージョンだけど、まあ仕方ないと。中里つね子さんの文春文庫は読んで終わりなので、これがね、揃ってたから、あ、これ読んで終わりだったらもう丸々もらうかと思って買いました。これ、しぐれの木、あやの鼓、イスパニアの土、で、ボーガの木、で、しぐれの木。これ、しぐれの木2個あるけど、こっち新装版なんですよ。で、中里つね子って誰やねんっていう話だけど、中里つね子さんはもう1909年生まれなんですよ。だいぶ古いでしょ。で、これ横光リーチに指示し、川端康成、堀達夫の知遇を得たと。で、ここですね、大事なのは。昭和14年、乗り合い馬車により第8回芥川賞を受けると。女性としての初の受賞であったと。第8回芥川賞作家なんですよ。
まあ、僕は芥川賞作家は基本的には買うっていう活動をしているので、ここで見つけたのは良かったかなと。がこの乗り合い馬車がやっぱ欲しいですね。うん、見当たらないけどね。単行本の小説ね、これ綿谷りささんのかわいそうだねね、これ文春文庫でもね出てるんですけど、単行本買いました。これは大江健三郎賞を取ってるんですよ。で、大江健三郎賞は8回で終わりだったかな。結構短くてもう終わっちゃった賞なんですけれども、8回ぐらいだったらね、単行本全部集まるかなと思って、売ってたら買うぐらいでね、単行本今集めようかなと思ってます。大江健三郎賞ね、大江健三郎が選ぶ最強の小説というね。で、こっから漫画になるんですよ。今回漫画が多かったかなと思う。田辺剛さんの魔剣ですね。魔剣で、これはラブクラフト傑作集ですね。田辺剛ってね、こういうラブクラフトの漫画、これ漫画ですよ、を書いてる作家なんですよ。で、これビームコミックスなんですよ。僕ね、漫画といったらビームか一気かぐらいかな。他のも読むよ。で、これ魔剣昔持ってたけど、いつものやつなんだけど、引っ越しの時売ったんですよね。で、結構ビームコミックスもたくさん持ってましたよ、僕。でもね、3年前の引っ越しっていうのがあって、漫画は ね、結構売ったんですよ。それが公開ですね。で、続きましょう、こちら。これね、死者の書、上巻。で、これ、折口忍原作のね、死者の書を近藤陽子が漫画化したってやつなんだよ。上巻しか買ってないから、下巻買わなきゃいけないんだけど、これはもうビームコミックスなんですよ。コミックビームはね、ほんといいね、本出すんですよ。コミックビームはまだやってるからね。一期コミックスとか、エロティクス F とか、この辺はもう終わった雑誌なんだけど、ビームはまだやってるからね。で、続きましょう、こちら。これも欲しかったんだよね。これね、谷口夏子さんの彼女は宇宙一っていう漫画なんですね。これ絵がいいね。で、これもなんとビームコミックスなんですよ。ビームはね、もうとりあえず買うんですよ、僕。ビームマジ好きなんですよ、漫画雑誌ビーム。あと最後3つ紹介したら終わりです。3つはこちら。これね、スポッテッドフラワーですね。スポッテッドフラワー。清志木ですよ。清志木。いや、いいね、これ清志木さん。清志木っていうのは原始系の人なんですよ。で、僕ね、原始系ドハマりっていうかね、ど真ん中のね、世代なんですよ。原始系ね、見てた。アニメでも見てたし、漫画でも見てた。で、それ第1部の時なの。原始系っていう漫画があって、もう最初第1部と第2部で分かれてたんですよ。で、第1部でもう完結したんですよ。で、完結ってなって、僕もリアルタイムでコミックス買ってて、あ、面白いと思ってずっと見てたんだけど、何年後かしたら第2部が始まったんですよ。で、僕全く第2部は触ってないんですね。だから第2部を読む楽しみが残ってんですよ。いつ手出すかって思ってんだけど、なかなかタイミングなくてね、もう老後になっちゃうのかなと思ったりもするんだけど、まあブックオフで固まってたらもうドカッと買っちゃいますけど。で、あれオタクの話でね、ある大学のオタクサークルの話なんですよ。で、僕もね、昔高校生か大学生ぐらいに、あ、こんなサークルに入れたらと。僕らが明らかオタクな人間でしょ。その時は漫画とかね、アニメとかね、ちょっと見てたけど、今本当にアニメとね、ゲームはね、しなくなっちゃいましたけど、当時はやっぱり、ね、結構ね、オタク文化ね、僕は触ってた人間なので、原始圏みたいなね、サークルね、なんか入りたいなって思ったんだけど、うちの大学ちっちゃい大学で、そんなね、なんかオタクサークルみたいななかったし、僕どちらかというとね、またこれも動画にしようと思うけど、僕文芸部に入ってたんですよ。大学のサークルね、文芸部で、文芸部でね、文芸活動をやってたんだけど、まあ、今にもつながるわけ、今個人で YouTube で文芸部みたいでやってるわけだけど、当時は大学の文芸部入ってました。で、小説書いたりとかやってたんだけど、だからまあ原始圏のね人のこれスポッテッドフラワーっていう漫画なんだけど、これね、スピンオフなのか平行世界なのかみたいなことをよく言われてんですよ。実は原始圏で出てくるキャラクターが平行世界では実は結婚しててみたいな話なんだよね、きっとね。チラッとだけしか読んでないから詳しく知らないんだけど、3巻まで買ったけど、4巻目今度出るから、以降続編っていうかね、まだ出ますからね。完結ではないんだけどね。で、まあ今回ね、このセレクションなんだけど、なかなかいいセレクションだったんじゃないかなと。ウルダーセールの4日目だったし、いい本そんなにないし、3冊ぐらい買えたらいいかなと思ったら15冊買ってました。172冊買ってるわけで、そしてこれを15冊足して187冊
187冊になりました。いや素晴らしい。こんだけ買ってる人いんの？ウルトラセールで。僕ぐらいじゃないから、いたらね連絡ください。コメント残してください。はい、ということで今回は終わり。ありがとうございました。つかちゃんでした。高評価、コメント、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ではさよなら。つかちゃんです。バイバイ。